人事層は、雪の下か雪の下族に分類される多年草の一種。種庄庙は、桜草もどき族のような葉を意味する。和妙は、下に垂れた2個の花びらの長い形態を漢字の人の字に見立てたことに由来する。別名が、もみじば大門字草、同族の大門字草と比較して、葉がやや深く切れ込んでいることに由来する。 家系の高さは10から35センチメートル。根形は短く、直立、または車上し、頂きに、根障用は、多バ性し、長さ2から15センチメートルの傭兵があり、基部はハート型で全体に毛がある。葉芯は、円陣形、円形で、長さ2から11センチメートル、幅3から16センチメートル、円は7から11に、中列する。歯に含まれる、 小三石灰結晶の形は針状。周酸果樹に多数の白い花をやや蜜につける。ツとは線形。花柄は長さ2から15ミリメートルで微細な線毛があり、一列の細胞からなる。学列片は長卵形で長さ約1から5ミリメートル。花時に平貝、がい、または反極する。白い5個の花びらは開けでする。 上部の3個の花びらは甲卵系、長さ約4ミリメートル、A 頭、基部に黄色、または虹色に反転があり、明らかな爪がある。下部の2個の花びらは、長大円型で12から25ミリメートルと長く、A 頭、基部は長いくさび型。花弁に走る脈が一般に多い。湯水は10個、長さ約5ミリメートル、劣開直前の脈は、桃光色。 下中ははじめ、短いが、花後に伸びる。開花時期は9から11月。種子は、長さ0.7ミ、mm、リメートルの楕円形。表面に、大小2種類の微細な乳頭状突起がある。染色体数はニエヌイコール22。産地の谷筋の湿る気のある岩壁に生育する、人事層日本の固有種。本州、四国、九州に分布する。産地の経由沿い。 日陰や湿る気のある岩壁、老木場などに生育する、山野草として利用されている、同族の大門寺草に似る、以下の変種と品種が知られている。日本では以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。変種の鶴ジン寺草が、鹿児島県で、絶滅危惧通類の指定を受けている。園芸採取、ダム建設、森林開発などにより、 個体数が減少し、絶滅が危惧されている地域がある。瀬戸内海国立公園、足ずり和海国立公園、石槌国定公園の特別地域などにおいて、採集が禁止されている。ありがとうございます。